並ばれた3番車の福永、一旦6番車古江が抑えて関東2名、4番佐藤まで関東3車を抑えます。中段の位置は7番の渡辺、アウトに回った3番の福永、4番手が並走で600を通過しています。先行は6番車の古江貴明、まだ後ろの動きを見て4番手で7番渡辺、アウト3番車福永も譲りません。先行6番車の古江でピッチを上げる2番の武田、佐藤綾文3番手、4番手で7番車渡辺雅也、並走で3番車福永大地、最終2コーナーからバック、逃げる古江、2番の武田、4番佐藤が3番手、少し車間を空けています。4番手から3番車福永がまくって3番手で佐藤が牽制、逃げる古谷、番手は2番の武田、まもなく4コーナーから直線、先頭2番車の武田が抜けてくる、武田と豊樹、続いて4番佐藤、茨城勢